稚内空港を目指します。稚内から一度札幌に戻り、札幌から、網走飛行機で飛びます。本当は陸路でも電車でも行けるんですけど、時間的には空路ということになりました。広いわ北海道。びっくりしますから。ありがとうございます。すみません。でも楽しみです。総裁自体を知らない方も大勢いらっしゃると思うので、とにかく直接お会いして少しコミュニケーションさせていただいてということが一番の目的です。で、それに加えてポスターまで貼らせていただけるとしたら、これは非常に大きいですね。収穫として、その日会わなかった人たちにも、あ、なんでこんな貼ってんのっていう話から、この間来たんだよっていうことにつながっていったりとか。ありがとうございました。え、ここ並んで貼ってもいい。あ、いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。優しい。ありがとうございます。ご苦労様でした。ありがとうございます。ご苦労様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。名前が貼れてました。ありがとうございます。ありがとうございます。ゼロ枚です。そんなこともあります。でもまあなかなかポスターを貼るっていうのは何だろう、本気がいるというか、かなりお疲れの表情で皆さん帰ってこられましたから。この1時間ちょっとっていう時間で1枚も貼らなかったっていうことに対してもかなり打ちひしがられるっていうか部分はあるんでしょう。でも一番重要なのは何かって言ったら、住民の方々とのコミュニケーション。山本太郎のボランティアで来たんですけど、あ、ここにもあの人のボランティアいるわけっていう話にもなるわけだし、そこでこそ話していただけたらまたつながりができるというか、それがね、ま、徐々に広がっていくうん、なるんですけど、でも一枚も貼れない時には本当もいいかなって思いますよね。やめよっかなポスト貼りみたいな気持ちになるのは理解できます。はい、本人でさえ貼れないことありますから。